お腹が痛くなった原発くん。こないだの大きな地震で福島県の原発くんのお腹が痛くなりました。お腹痛いよ、うんちが出ちゃいそう。原発くんのうんちはとっても臭くて、もし漏れちゃったらみんなが困ってしまいます。一生懸命我慢していた原発くん、でも大きな音が原発くんから聞こえてきてみんなびっくり。原発くんのうんちが漏れちゃったのかもしれない。慌てて原発くんの周りの匂いの量を測ってみたら、そんなに臭くなかったから、うんちじゃなくておならだってわかったんだ。でも原発くんはまだお腹が痛い。今はそれを何とかしようと、お医者さんが原発くんのところに行ってお薬をあげています。原発くんのお薬は海水やホウ素。人間と違って冷やしてあげるのが大事なんだ。お薬が足りなくなって危ない時もあったけど、とにかくうんちが出ないようにお医者さんはずっと頑張ってくれています。それでも何回かおならは出ちゃったから、匂いはちょっと広がっちゃった。でもこの匂いはすぐ消えるし、遠くにいる人たちは全然気づかないぐらい。ずっと匂いが残るんじゃないかって心配かもしれないけど、おならの匂いは1週間くらいで消えるから大丈夫。ちなみに昔アメリカのスリーマイル島ってとこでも大きなおならが出ちゃったことがあったけど、その時もうんちは出てないんだ。あと時々名前が出てくるチェルノブイリちゃん、あれは本当に大事故だった。それこそ教室でうんち漏らしちゃった、しかも下痢、しかもそのまま走り回っちゃったぐらいのね。でも日本ではチェルノブイリちゃんほどの大事件は起こらないと思うんだ。それに日本の原発くんにはおむつも当ててあるから、うんちが出ちゃうことになっても、それが遠くまで飛び散るみたいなことは起こらないんじゃないかな。うんちがビューンって飛んできたら困るよって思うかもしれないけど、本当にやばいうんちはずっしり重いから遠くまで飛んでいくことはまずないんだ。僕が本当に偉いと思うのは、今原発くんにお薬をあげているお医者さんたち。うんちが出そうな原発くんの近くで丸一日近くにいると命が危なくなっちゃうくらい。だから交代でお薬をあげているんだ。交代でやると本当は効率が悪いけど、お医者さんの健康のためにはしょうがないよね。おむつがあるならちょっとくらいうんち漏れちゃってもいいんじゃないって思うかい。でも実はうんちが漏れたおむつを片付けたことはないんだ。片付けるにはものすごい匂いの危険とたくさんお金がかかっちゃうからね。とにかく今は原発くんを冷やしてあげることが一番大事。うんちを出さずに済まそうとみんな努力しているんだ。もし君がニュースで注水が再開とか聞こえたら、ああお薬を混ぜて冷やしているんだなって思おう。そしてそれをやってくれている原発のお医者さんに感謝しよう。最悪の事態も説明しておきます。それはうんちが出て、しかもおむつからも漏れちゃうってこと。それでもチェルノブイリちゃんみたいにはならないし、遠くまでうんちが飛ぶことはないけど、この辺の人が住めなくなったり、お魚や野菜への影響も出るかもしれない。そうなったらこれから頑張っていかなければならない福島の人たちが本当に大変なことになります。お医者さんたちが必死で頑張っているのはそれもあるのだと思います。多分それはこの2日ぐらいが勝負です。そこを乗り切って福島の人たちの平和な暮らしが戻ってくることを祈ります。それが今までここからたくさんの電気をもらった僕の、そしてみんなのできることだと思うのです。大丈夫。時間とともに原発くんのお腹が痛いのはきっと治るよ。